細い道とかでこう歩いてて、うん、前から人が来たりすると、うん、最近ちょっと気づいたんですけど、うん、必ず僕が道を開けてたんですよ。いやでもなんか気が小さくて部分があってなんで、あ、こういうのはいけないなと思って、こう向こうが道を開けるようにはぁ、うんうん、っつって歩いてたんですけど、うん、あの2メートルぐらい手前でちょっとやっぱり怖くなっちゃって道を開けたんですけど、うん、しかもあの会釈までしちゃって意味で新規大学生後半戦相手はどのくらいの人なの？結構おじさんでしたけど、うん、ああそうなんだ。でもいいことだよ。悪いことじゃないよ。そうだよ。まあまあそうなんだ。そんなことで虚勢を張ったってでしょ。そうそうそう、はい、あれかいいとこなの、それ人に譲るのいいことじゃないか。はいはい、だろ、譲った方が勝ちだから。そうだよ。あ、そうそうだよ、はい、大丈夫、譲った方が。そんなことで落ち込まなくていいよ。落ち込んでないです。道を譲って欲しかったんだろ。いや、あの本当は。あ、そうですね。そして見ようと思ったらやっぱりやめようと思って会釈までしたわけだろ、うん、いいことじゃないか。すいません。ねえ、ここに毛入ってるけど、それは何なの？あ、ここですか？うん、腕。あ、これ、あれなんですね。気になるとこですね。え？そうじゃしの、またえもんくん。なる小学校の教室の後ろに貼ってある、習字の紙に書かれていたら嫌な言葉、ベスト3です。3位。兄弟。嫌かな？いいじゃないの？A カップ。2位。いつまでたってもダメな私ね。それいっぱいの小学生が、で妙に達筆のがいたりしてね。ダメな私ねって書かしちゃダメじゃない。それはいけないかもしれない。小学校の教室の後ろに貼ってある習字の紙に書かれていたら嫌な言葉1位です。やつれた女の夢を見た俺のおふくろさ。嫌な歌。これ川谷拓三さんの負け犬の歌です。いやつらくなっちゃうよなこれ。やだな。これ酒なんか飲みながら聞いてると嫌だね。有線とかでかかってるね、酒場で。でその嫌なことあったりしたらさ、あの関係ないのにお母さん電話しちゃう。札幌の渡部祐介くん。渡部。いきなり流れたらびっくりする車内アナウンス、ベスト3。3位。助けてー。これびっくりするよ。落ち着いてるじゃない。締めまでやってるじゃない。いきなり流れたらびっくりする車内アナウンス、2位は。なんとかご、それはなんとたかご、たたしたち。これも驚くよな。いきなり流れたらびっくりする車内アナウンス、1位です。あなたの浮気は夢よ。これ締めの音が嫌だよね。お嫌な。確信犯がやってるってことだもんね。この締めの音があるってことは。わざとやってるんだから。嫌だね。何人もドキッとしたんだ。そう、何人もドキッとしたね。フジテレビの廊下でね、いろんなディレクターにすれ違うために、これ知ってますよって言うとみんな驚くっていうからね。あ、何してるんでしょうね。聞いたよと。僕、昔、長野智子さん、若い頃、フジテレビの廊下があって、本当に何の他意もなく、幸せになってくださいねって言ったら、私の、あのこと知ってるんですかって言われて。本当うん。って顔、青ざめたの。うん。だから俺、いや、何もしませんよ。驚いちゃったの。倉田真理子に続く驚きだね。そうなのよ。結婚してくれるんですか？結婚してくれるんですね。本当ですね。って言われたんでしょ？そう、俺が。わかった。いや、私、結婚できない。結婚できないかもしれない。いや、その時は俺が結婚してあげるよ。本当ですね。本当に結婚してくれるんですね。俺、後ろに、そうだな、やっぱり四五十センチ下がったような気がする。どういう顔出しちゃった？心の中として。心の中で、それに続くね、長野。それから、距離を取ってた。話しかけないんですけど。わかる、それは。大竹のペンネーム、アンディ・ガルシア君。アンガル。
本物だった。サウナで安定感からじゃ本物のわけないじゃんかペンネームで。本物が。こんな日本語のギャグまで書ける語学力あるわけないじゃないか。安定感からじゃに。そんな暇ないよ忙しいの。サウナで宇津井さんと出会った時のこんなこと書くわけないじゃん。アンディ・ガルシアさんが聞いてる。サウナで宇津井さんと出会った時の小林明さんの反応ベスト3。3位ゆっくりするほどタウナスでバカで2位小山きゅうりな人だこと歌わない。サウナで宇津井さんと出会った時の小林さんの反応1位は会えばやっぱりゴースチン。よく探してきたな。これあげよう。これあげる。ね、札幌の引き出しけくん。引き出し。第1回真夏のうろ覚え対決。赤コーナー関根さん。なんとかグフ。それはなんと高く。対して青コーナーうろ覚え対決和田先生。It's automatic. サベダベデビ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 すごいですね。シャボタボタ。これあげよう。よかったですね。ディンドンディンドン。はい。まだまだお待ちしてます。小崎で。わー！あなたまたゴルフクラブを買いましたね。ドーン！あなたはまた色違いの服を買いましたね。ドーン！僕たちまた井川遥香ちゃんの妄想しちゃいました。ドーン！そう、僕たちは欲望のままに生きるオス猫さ。まあ、ドーン！